女性の出世懸念について、ヒろきさん、これから変わっていくと思いますかえっとですね、多分ガラスの天井は変わらないんですよ、日本ってそういう国なんで。で、ただ、あのやり方があって、日本の女の人があまりやらないんで、僕は誰かがやり始めるんじゃないかなと思ってるんですけど、女性が社長になっちゃえばいいだけなんですよ。要はその、女性の優秀な人を出世させないっていう、男が社長の会社っていっぱいあるので、女性が社長になっちゃって、優秀な女性社員を引き抜きまくるっていう会社を作っちゃえばいいと思うんですよね。 で、あの、その不動産の取り扱いの宅建という資格を持ってれば、一応その不動産業界では仕事ができるので、まず30歳であれば宅建取っちゃってください。で、金持ちの知り合いをちゃんとクライアント引き連れて、自分で会社を作っちゃってください。で、この人優秀だけど出、その出世できてないよねっていう同僚が今いるんだったら、あの目つけて仲良くなってください。要は、今この会社に続けても、実際売上げの何パーセントがあなたを手元にありますと。 その手数料これだけ稼いでるのに自分が出世できないかからこれだけしも一緒に会社やったらこれだけもらえるよでクライアント連れてくればいいじゃんっていうのでガチでやると結構伸びると思うんですよで実際その,あのまあ家と売買をする時にそのおっさんがいいよねっていう人もいれば女性の方がいいよねっていう人もいるんですよ要はその自分の家を選ぶ時に女性に部屋を案内してほしい人っていっぱいいるんですよね。 要は、その、なんか、年頃の女性で、じゃあ、その、なんか、賃貸の部屋選びますっていう時に、その、なんか、男の人に自分の、まあ、その、なんか、二人っきりで、なんか、部屋の紹介とかされて、お風呂こうなんですよとかって、やっぱちょっと不安を感じる人っていると思うんで、なんで、紹介は女性にしてほしいっていう人もいるんですよ。なので、その、あの、皆さんご存知ないかもしれないですけど、世の中って、実は男性と女性っていうのがいて、あの、女性は女性の方、その、を選びたいっていう人もいるんですよ。 で、その男性嫌だよねって人はいるんですけど、逆に男性で、男性が嫌だ、女性がいいっていう人はいるんですけど、あの、男性に紹介してほしいっていう男性ってあんまりいないですよね、不動産は。なので、あの、実は女性の方が売り上げ高くなる要素が不動産は高いと思うので、なので、あの、女性がガチガチでやった方がいいんじゃないかなと思うんですけど、